様、雅子様が駒田の浜の方へ馬でかけていきました。お立ち殿とご子息が亡くなった地だ。浜には猛虎がはびこっていると聞きます。雅子様の身が心配です。猛虎の身の方が心配だ。だがそうだな、助太刀に参ろう。
これじゃ勝ち目はねえ。でもなんとかせにゃ。お侍、アザモウラを取り返すため、お力添えを。村の中の者が危うくなるぞ。猛虎は年寄りを痛めつけてるんです。ある捕虜が逃げた罰として。痛めつけて何になる。で、どこに囚われた。一人は神社、あとの二人は家の中に。いかにして入る？門は開かぬぞ。 やむを得んのだ。
tear you. どこ歩けち。
手はない。お侍、この縄を切ってくだされ。 動くな。 Astık battık çın. Fırat. どうかお助けください。待たせてしまったな。怪我は？ありません。手当てしろと言われたのですが。断ったのだな。しばらくここに隠れておれ。村尾さんもどこかの家に引きずられていきました。手遅れになる前にどうか。 新しい網を作れ。魚を取れば殺しはしない。探すべり。ビッチョンサンハンディ。探せてんばん。
いかにも猛虎の掟を受け入れねば村の者を皆殺しにすると脅され諦めるところでした。よくぞ耐え抜いたな。安全になるまで隠れていろ。猛虎の隊長に家を乗っ取られました。どうかやつも退治なさってください。 少しだけ辛抱してくれ。門に来ます。ここで死ぬかと思いました。動けるな。 Thank you.
生きてるだけで、ここ侍様。安心するな、行け。
何かご入り用でしょうか。 酒井様、 よろしいでしょうか。 話があります。 ああ、 何事だ。 ここではお話できません。 こちらへ。 何か買ってもらいたいのか。いいえ、メスもありません。聞かれません。何用か申してみよう。村の春男がおかしなことをしているようで、日が沈むと村を出てそのまま夜明けまで戻ってこないのです。夕べ後をつけたら、 墓所の近くにあるあばら屋で雇うと会っていました。雇うだと？それは気になるな。あばら屋を見つけ企みを暴こう。よく話してくれた。とんでもございません。 Let it check.
ハルオとやらはここで雇うとあっておるそうだが、人はおらぬか。調べてみよう。灰が多いな。幾度も火がつけられたようだ。さらしぬのか。わずかに血が。おそらく朝出だな。 誰かの飯食ったばかりだ。これは確かに怪しいな。一度隠れて春尾や野党が戻ってくるのを待ってみるか。 神社の御神体。おお、そりゃいいな。猛虎に奪われなくてよかった。早く埋めようぜ。野党め、どこに運ぶつもりだ。誰か来ないかよく見ておけ。 他の連中は隠れてる。何度か猛虎が小屋のそばを通ったが、今のところ誰も見つかってない。 聞こえたか、馬だ。猛虎、隠れろ。去ったな。行くぞ。ああ、運が良かった。この前タモンが見つかったんだ。 騎兵が増えてきたな。あの侍のせいだ。どの氷でもやつを見つけようと躍起になってる。いっそ皆殺してくれりゃな。もうすぐだ。さっさと街道から離れようぜ。タモンはどうなったんだ。アリ塚の上で貼り付けにされたんだよ。 死ぬまで悲鳴を上げてた。そりゃひでえ。それじゃ早く済ませよう。何をしておる。ご神体を埋めることになるとはな。猛虎に持っていかれるよりはマシだろう。野党ではないようだ。
身体を埋めることになるとはな。猛虎に持っていかれるよりはマシだろう。野党ではないようだな。急げ、嫌な感じがする。よし、これで安全だ。お主ら、そこを動くな。まずい、つけられてたんだ。あれ、例の侍だぞ。あなた様でよかった。野党からさような言葉を聞くとはな。それは誤解です。アザマ浦から猛虎を追い払われたそうですが、奴らが戻ってこないとも限りません。だから神社の貴重なものを隠しているのです。奪われぬよう。大変だ。どうした、みんな置いてきたのか。小山、見つかったんだ。みんな捕まったのか。殺されるぞ。敵は何人だ。数え切れないほどです。戦える者は。俺と騎兵が。ついてこい。ただの百姓なのか。誰か深手のやつは。いや、お前らのおかげでな。俺たちじゃない、酒井様のおかげだよ。この者らは。猛虎から逃げてきた者や家を失った者です。守っておったのか。そのつもりです。後で盗むため宝を隠したのではないのか。違います。金が欲しいのではなく、猛虎が去った後のことを考え、人助けをしたいのです。ならばアザモウラに連れて行こう。あそこなら安全だ。武家は全て滅んだ。俺たち止まれ。野党どもが何の用だ。村には入れんぞ。俺の連れだ。野党であろうとも、かくまってやってくれ。ですが、信用できません。こやつらは猛虎と戦った。守りの役に立とう。そうおっしゃるなら。門を開けろ。
こいつらを通してやれ。酒井様、お礼の言いようもありません。仲間を守ったように村を守れ。約束します。猛虎が去った後、宝の在りかを皆に知らせるのだぞ。もちろんです。信じてくださりありがとうございます。Oops.